さあ時刻は午後7時を回りました久しぶりの沖縄プライムの時間でございます本日収録ですがはいえー、っとこの方が MC ですそれではどうぞ宮里いろみですご無沙汰してますはいいや言いづらいな言いづらいです、ね、おめでとうございますありがとうございますはい今回ですね県議選、うん、えっと当選されまして はい見事、えー、沖縄県議会議員になりましたはい、はい、宮里博文さん来ていただきました小坂慎介はいいやありがとうございますはい、えー、改めまして6月25日から県議会議員になりました宮里ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします <laughs> さあえっ、ー、と収録でですねしかもあの宮里さん本当に多忙に月ですね今ズームでつないでお伝えしています。うん で収録がこのオンエアの前日、はいえー、27日4時ごろ撮っております。うん、なので、割と、えっ、ー、と、なんていうのかな、そんなにタイムラグはないですね。ああ、そうですね。はい。うん、はい、ということで、うん、えっと、まあ収録なので、そのツイキャスとかはできないんですけど、はい、YouTube、あるいは、あのー、うん、なんだっけ、えっ、ー、と、 YouTube とかで、えー、聞くことができますのでぜひ皆さんあのなんていうんですかね聞いてですねぜひあのメールとかで感想、ね、あるいは宮崎さんこんなこと喋ってくれみたいなのはいはい、えーうん、あれば広く募集しますのでよろしくお願いしますメールアドレスが797アットマーク fmgnoan.com ですはい はいということで、えー、この後8時まで今日は収録ですがお送りしていきます皆様最後までお付き合いよろしくお願いしますお願いしますはいということで一旦 CM でーす地域に根差し毎日笑顔で営業中これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきますあなたの街のホットステーションローソン沖縄アラグスク二丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります ドライブに休憩にお気軽にどうぞ。ウェーイ！ダンデライオンです。買い取った車を直接お店で販売するので高価買取が可能。しつこい電話営業なし。沖縄本島どこへでも無料査定。なんですって？ダンデライオン。ダンデライオンで検索。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？ 大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は八九二八六八八安心事前のご相談は葬儀社新家へ琉球アイドルのマリですおはまりが登場するマイオアシス金曜日は朝八時から二時間生放送みんなマリのこと好きなら早起きして聞いてや はのシスめっちゃ好きやねん兵庫県から「かっちゃん」は FM 技能案を応援してるで人生をもっと豊かに時間をもっと素敵に長浜モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします 生活総楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーマおかげさまで20周年これからも地域とともに歩みますはいということで大きなプライム 懐 <laughs>、えー、懐かしいな懐かししいいなですね、うん、沖縄プライム、はいえー、今日は宮里博文県議会議員に来ていただいております。よろししくお願いします、はい、まずはやっぱね、えー、県議選振り返りたいんですが、はい、まあえー、っと個人としてもちょっと全体としても、うん、まあ客観的にね、はい、個人の部分はもう主観的で全然いいんですけど。 その全体としてはやっぱ客観的に語っていただきたいなというのはあるんですがどうでしたもうご自身の選挙大変厳しかったと僕は伝え聞いておりますがうん大変厳しかったですね <laughs> いやなかなかあのー、<laughs> 県議会議員選挙で票を取るのは大変でしたし、はい、まあ僕がというよりはもう周りがもうより一層、うん えー、頑張っていただいて、本当にもう僕が全然把握できないぐらい規模で動いてる方々がいたので、はいえー、本当にみんなのおかげで当選できました、ありがとうございました、すごい、ね。はい、やっぱすごかったですか、<laughs> うん、そのご自身の町議の選挙と比べて、うん。規模がやっぱ全然違いますね。う エリアも広がりますし、うん、まあ動いてくれるくれた、うん、まあ次回は分かりませんけど動いてくれた、はい、規模がやっぱり違うので、うんうん、それは大きな力になったなと思うのと、はい、やっぱりこの中上5人区で6人出てて星系が1人だったのが2人になったんですが 1>,、はい、ひと1人でずっと議席守ってた先輩が本当に、まあ、中川清樹っていう方なんですけど嘉手納の相当 阻止しててくれてやっぱり2人で通らないといけないからってことで、うんはい、僕,僕の支援もしてくれてます。ああなんかでもそれもなんかちらっと聞いたな、うん、そうですよね。今回でも。うん、らすごい。今回。あのー、中上特にその宮崎さんは東側ですもよね、うん。はい。なんとなく、はい、なんとなくで言えば。 出るのっていいうはは非常に大変だと革新系地盤というか,ですか、ね、そうですねはいないっぱい書かれてましたね「革新の画像とか「保守不毛の地」とか書かれてましたね <laughs> そうそううんそうだからそうですねうーんうーん責任責任 <laughs> そうです責任は重大でですすよね喋りづらいですやっぱり革新系で言えば、うん、もう昔の荒垣県議って方が北中にいらっしゃってその後の後継が新座と米吉前県議会議長お<ー>で二社で前その前の議長の木南正治議長とか社大党ですねもともとでその後と民主党に行くんですけども名だたる革新のいわゆる猛者たちが。うんはいはい いる地盤ですので、はい、まあ、まず保守が勝ったのが40年前一人。ですよね。い、う、て、ん、はい。で、自民党で出た人初めて多分。あ、そうなの公認で。前の人無所属なんで。うん<ー> <coughs>。そう。だから、はい。危なかった。<laughs> <laughs> いや、でも,ね、でも本当に地元のね、うん、議員団と、 後援会と先輩後輩もう地域の方々がすごい協力してくれたので、うん、ありがたかったですねただほら新聞にもあの、はい、どっちだっけどっちもだっけちょっとどっちもかわかんないですけどなんか宮里さんがボンって出てましたよね、うん、一面かなんかにあそうですね僕も2日にわたって新聞載ってました <laughs> <laughs> そうですね一面と社会面ですかうん、うんだから 相当やっぱり世論的、まあ世論的というか、にも結構大きいことだったんじゃないかなと、うん、この要するに、そこから誕生したっていうのは。そうですね、うん、副知事も2日ぐらい来てたし、浜木知事も来てましたしね、西原の、西<あ>ティ前とかで。そうなんだ、応援にもすあ。すごい向こうも向こうで必死で、うん、危なもう大変でしたね。<laughs> <laughs> ぐらい、やっぱりこの、自分たちの、議席っていう意識が向こうも強かったはずなので、うん、取られちゃいけないってことで、ものすごい来たんですけど、はい、私たち自衛もうここから二人出さなきゃと、ものすごい勢いで、この、なんていうかもう組織対組織みたいなあ<ー>感じが、はいね、感じもあったと思います。ただ、やっぱりね、うん、あの、うん、ありがたいなと。まあ、だから、なんか、あれですよね。よっしゃとはなってなくて、<laughs> この、なんていうんですか。<laughs> <laughs> あのしっかり地域のことを東海岸のこと沖縄のことをしっかりやって、うん、やっぱりこの自分っていう <laughs> 一権業をですね、えー、認めていただければなと思います、ね、ああプレッシャーの方が大きいみたいな感じですかそうですねまあそうですねやること多いのでもう町長からもいろんなお話ありますし、うんまあ、いろんな陳情とか選挙区間だったんで今まで選挙前も陳情も,もちろん町議として載ってるけど、はい この陳情のステージがまた一個上がるんで、うん、選挙終わってそれがもうにわかに昨日もあったし今日もあったしまたなんか通常モードになってきたなと思ってまたちょっと <laughs> あのハードルがね高いものがきますからちなみにえっ、ー、と、はい、まあご自身分析してもらって、うん、まあなかなか難しいとは思うんですけど勝因勝因は何ですか 勝因というよりも、まあ、いろいろありますよね。この、待って、相手候補のこと言うのはちょっとあれかなと思うんですけども、うん、やはり、えー、地元の先輩の相手候補も <laughs>、ちょっと支持者離れもあったし、うん、で、ただ票はガツンと取ったんですよ。うんうん、やっぱり、西原でなんとか、 6人中西原町の票だけでなんとか一応1位になれて<ー>だから相手もちょっと組織が弱体化してたっていうのも多分あったと思うんですようん、うん、だからなんか総合バランスまず6人5人区に6人で出たっていうのとはいはいで相手が少し支持離れがあった、うん、で重鎮の前の議長とか衆議院議員がいな,いなくなってる現状があって、うんうん、で <laughs>、まあ、あの西野 あの自民党県連として全体的に企業を含めてバックアップをいただいて、うん、なおかつ、カデナの中川県議も一緒に勝ち上がろうってことで僕の支援も考えてくれてやってくれてですね、うん、様々本当にもう、あはいろ、はい、んな要因が絡んでいますね、だからそう、なんか白票の上を歩くような選挙だったと思います。<laughs> 気づけばですよ、うん、気づけば。<laughs> ちなみに、 途中で多分厳しいぞみたいな声はあったと思うんですけど、うん、はいはいはい。その辺はいかがでしたいや別にそれは初めが厳しいので、初<は>めからが厳しいので、もうそれはやっぱり覚悟の上というかあ。もちろんもちろんです。うん、ただこれだけのいろんな構成要素があったので、やっぱでもこのタイミングでしかないと思って出るんですけど。 と思った以上に地元でもう少し票を取りたかったなっていうのは、ある意取れる信頼っていうか、そういう候補になりたいなって思います。うん、次に向けて、やっぱりそこが、自分の中では行きたいラインがあったので、そこを達成できなかったのが、正直、悔しきもありますし、うんうん、ってところですね。うん、ギリギリ、ギリギリっていう感じです。<laughs> はい。で、その、まあ、 戦略は宮里さん1人では立てられてはいないとは思うんですけど何、うん、かありますこれまでと違ったみたいなそれともこれまで通りにやってやっぱ強かったみたいな、えー、これまで戦略自体はこれまで通りというか自分である程度考えててその枠通りに最初から最後まで行ったんですけどそこに乗ってきたって感じの乗っかっていただいたたくさんの方々に まあ、上げていただいたって感じですかね、僕が。<ー>僕は初め考えてたようにやってはいたんですよ。うんうん、で、最終的にそ,そこも最後までそうなんですけど、うん、それをブーストしてくれるものがたくさんあったんですね。へ<ー>足してくれる、エネルギーをくれる、たくさんの支援があって。うんうん、だから選挙の流れ的には、考えてた選挙の戦い方はさせていただいて、うん ただ、この支援の部分に関しては、これ以上のない支援をいただいたって感じです。組織、もういわゆるもう組織だってすごいバックアップをいただいたっていうところですね。うんうん、やり方的には、はじめ、当初考えてたのと変わらずはいました。うん、あ,あとは、ちょっとプラスアルファ、SNS ですかね。ああ、だからそれ聞きたかった、今。うんうん、SNS はどうしたんですか一応僕はあのいろいろ動画を見ましたけど。 うん。いや、もう、あれはもう、友人がいるって <laughs>、お願いして、うん、こんなやって撮ろうか、みたいな感じで。相談してや。相談して。うん、でももう、企画もねってもらってたんで。うんね、あの、まあ、でも今後そこは考えていくんですけどね。うん、僕の SNS は完全に僕をこんな人だよっていう出すような SNS だったんですけど、うん、まあ、イットマンのね、あの、僕の仲良くしてる先輩の方とかは、 なんか、こういう課題があるから、こうやって解決するんだっていう、社会問題に対して、社会課題に対してとか、今の現状に対してフォーカスしてやってたので、そこはストレートにそれでもいいかなと思って。今までは自分のプロモーションみたいな感じで、要は親近感湧くような感じで SN、SNS は、うち、僕のアカウント自体は発信はしてたんですけども、まあ、やっぱり課題に向き合って、こうだからこうしていく、こう、 みんなでやっていこうみたいな方が、うん、やっぱ政治的にはストレートじゃないですかうん、うん、そういう足に変えていこうかななんて思ったりしてますはい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 まあね、うん、それもすごい大事かなとは思うんですけど、うんあのー、当選した直後の、あのー、かっこいいほら動画があったじゃないですか。だ たかな,なんか、なんかね、一応かっこよかったんすよ。最後の一言か、当選してから。してから。うん、ああれは、あれテレビテレビ,テ,ビ, <laughs> テ,レビテレビじゃないかな。テレビの動画テレビの動画はありましたよ。あ、そうなんですかはい、インタビュー受けてるやつです。1>, 1分半ぐらいですよ。 1> 1分半ぐらいあそうそうそうあれテレビテレビあそうなんださ当選後はなんかバンザイのやつとテレビの動画ですね、うん、でもねそれ見てやっぱうちのスタッフたちも感動したっつってましたからあじゃああれじゃないですかね最後の一言かな最後の一言かな何だろうなんか選挙に行きましょうみたいな動画うううんうん、うんか自民党ダメだって言われたよーって動画か <laughs> あ自民党ダメだっていうやつ、はい、そうそう出陣式のやつとかかな、うん、ちょっと喉痛めそうな喋り方したかな <laughs> みたいな <laughs> とかとかですかね最後らへんはいはいはいだから SNS の戦略も割とそういうとこに刺さってるっていうことなのかなとは思ったんですけどうん、うん、どうですか手応えみたいな SNS を使って結構いけたなみたいなのはあります 振り返るないですね、SNS で拾え,拾えたなみたいなのはないいですねないんだあ意外とないんだ、ね、感覚的には、いや、うん、なんかありますよ、コメントで、石原です、何十何歳とか応援してますみたいな、うんまあ。投票率で見ちゃうので、それで若者の投票率上がったかって言われたら、まだちゃんと見てないんですけど、うん、全体の投票率が下がった時点でないなと思います、うんうん <laughs> <laughs> いやいやな、なくはないですよ。なくは全然ないんだけども、うん、なんか、ものすごい効果かって言われたら、正直わからないですね。インプレッション数っていうわけではなくて、やっぱりこの、この、投票率で見ちゃったら、ムーブメントは起き、うん、僕のエリアでは起きてないし、うん、僕に対しても起きてないから、今後のね、4年間の日々の活動をどう、なんですかね、僕が、 興味ないい人たちを振り向かかせるかっていう課題かなとううん確かにそれ大事ですよねきっとね、うん、僕あの、うん、今あの石丸さんすごいよくすごいですよねよく見るんですよ本当にうんになんか YouTube に上がってきたり TikTok に上がってきたりするんですよ勝手にそうですよね、うん、で楽しみですよそうそうそう,そうあのーうん、だからかしらんけども結構 結局見てしまううんんですよね、うん、だからやっぱすごいなと思って今この SNS の活用方法うんそうっすね。いや頑張ってほしいですね石丸さんには。<laughs> そうなんですかうん。いやなんか制作的になんか、うん、いろいろやってくれそうなワクワク感があるのはうん、うん、石丸さんなのでうん、うん、やっぱり。 ちょっと国政の代理戦争だったりとか、うん、なんか、とりあえず安全運転みたいなっていうのは、あんまり求め、うんあ、僕は求めてないだけであって、東京都やっぱすごいじゃないですか、うん、10兆円を超えるのはこ、うん、こ国家予算じゃないですか、本当に。だからだ、だからこそ、なんか、石丸市長が生徒会に100万全都民の学校に配るとか言ってたけどうん、うんあ、配れる余力はあるよなと思いつつ、<laughs> うーん、なんかな、もう、うちもやりて、とか <laughs>。<laughs> まあだから、だけど、なんか、大きい政府だからこそやるような無駄遣いを石丸市長なら、しないんじゃないかなと思うと、うん、ぜひやっていただきたいなと思います。やっぱ国も、東京都も、財力がある分、うん、なんかとりあえずやって、なんか、いいよね、これぐらいで、みたいな。 これお金もったいなくないみたいな多いじゃないですか。僕は多いと思ってるんですよ。うん、だから、ちょっとなあ、こっちに振ってくれよと思うんですよ <laughs>。地方財源に振ってくれよと思っちゃうから。そっか、またね、この都知事選の話はまた改めてちょっと、宮津さんの話も聞きたいんですけど、はい。はい、えっと まあ途中でね、その動画も上げてたけど、自民党にとって今回、逆風の中の逆風だったじゃないですか、はい、そのあたり、ご自身でやっぱり感じましたうんどうでしょうねあの、逆に気を使われてた気もしますし、あんまりこの自民だからっていうのはないんですけど、うん、と結果を見たら感じますよね、やっぱり。 やっぱり自民を応援していた層が、もう自民駄やすさって多分なってるので。ですよね。それは、それは感じましたね。うん。で、もともと応援してない人たちは、もともと駄目だから、とかあるんですけど、<laughs> うんうん、やっぱ僕の周りでも僕はやるけど、やっぱ自民ダメだって声は強まってましたからああ、やっぱり。ええ、昨日も言われてますし、うん、そうだね、そうだと思うっていう。<laughs> 感じ <laughs> やっぱだから裏金問題ですよお金はやっぱりね、うん、結構政党で失敗していくのって結構お金問題だったりするじゃないですか。日本人ってやっぱお金の方が、やっぱちょっと嫌な気持ちによりなるでしょうね。うん、得してる人がいるっていうことが。そこはそういうのあったと思います。うん、なんか体感されたとかあります、うん あんまりないんですよね。それが。<laughs> いや、なんだろうな。僕、あの、新人じゃないですか。うん、うん。で、地方でお金もらってると思われないじゃないですか。SNS 上ではありますよ。はい,は,いはい。TikTok とかで。逆にそこは SNS のバッシングが多かったけど、うんうん、リアルであって、いろんな人とご挨拶してるときに、本当に言われ、言われないですよ。うん。目の前で。あれ、裏金やろうなんて。 <laughs> い言われ言われないですからねだから僕色本当にまあ何千名かにあった中で、うん、直接的に反自民っていう人に会ったの本当4名ぐらいですえへ、ー、え数えるぐらいです一人は選挙意味ないっていう,いう人がいたり選挙意味ないあ自民党だと来ないで裏金 いや星系はあんまりだからとか,とか応援してる人いるからとか。ぐらいだからなんだろうなそんなふうには思わなかったですけど、うん、まあみんな意識の中では今の自民党ダメだっていうのはすごいあると思います。わかりました。まあね、うん、そんな感じで、えー、と厳しいあれだったとは思うんですけど、うん、じゃあちょっと個人から離れてですね全体をこう見て。はい とはいえ、自民、うん、今回、伸ばしたじゃないですか。はい、そうですね。その辺はどうあれしてますか、分析というか。いや、すごいなと思いますよ。うん、やっぱり、でも、相手が候補者出しすぎたとかもあると思うんですよね。はいはいはい。うん、だから、こっちが、いや、守り、なんていうか、こっちが手堅くやったって感じですか。ああ、はいはいはい。 うん、でも、そうそう。だから、増えたところが、都二人、保守系が取ったし、うんうん、中上が増えたじゃないですか。うんうん、この二つと、公明と二つ増えたんですよ。はいはいはい。これなんですよ。うん、この四つで増えてるんで、うん、でやっぱ、裏添えで赤峰登さんが出なかったっていうのは、後継者は負けましたし。あ、はいはいはい。 それも大きかったと思うんですよ。うん、まあもちろん僕らの応援してる島地忠明さんがトップ当選されましたけども、うんうん、あの、まあカミさんが出てたらまたちょっとわからん、わからん、全体的に票が動く。へ<ー>やあの後継者より本人のほうがすごい強いから裏添で。そこはそこで多分どうだったんだろうなと思いますし。うん、だから純粋にこの裏添の公明党さんと公明が那覇で一議席戻して、うん 2> 都を2人欲しかってで,、うん、で1人増えて中野に1人増えたからってなるとまずは現職は絶対落ちるなっていう史上命題を守りきったっていうところですよね。<laughs> ねえなんか危なそうな人いっぱいいたんだけどあれ通りにして偽の案とかもめっちゃなんかすごかったんじゃないですか。すごかったですよ。うん、あのー、やべえぞみたいな話はやっぱりあちこちからありましたから。うん うん、でそのちょっとね思ったのがその向こう革新系から、まあ、何人か出た呪複もしたっていう話があったじゃないですか。うんはい、これ調整する人っていないのって感じが、まあ、僕らこの普通の一般市民からしたらするんですけどその辺りどうなんですかね うん、い,ないないんでしょうね。<laughs> い,いないと思います。だって今まではそうじゃなかったわけでしょ。いやー、でも今まで自民党勝ちきれなかったっていうのがあったので、うん、今回しっかり勝ち上がれたっていうのはあると思うんですよ。なんで、だ,だって増えたのは中上、宮古、うんえー、浦添の公明、那覇の公明なんで、うんうん、それ以外はみんな通ってたわけ、うん、じゃないですか。はい,はい,はい。あ、守り通した、本当に厳しい選挙でした、儀乃湾も島人、南城も。うん 全部厳しい選挙だったけど。なんで、取ったところが落ちずに、取るべきところを頑張って取ったみたいな感じだから、うん、なんか相手が戦う武器が少なくなってきたっていうのがあると思うんですね。うん、辺野古辺野古っていうのところから。うん、でも他の県議の分析でやっぱ水道料金値上げしちゃったじゃないですか。ああ、やっぱこれで3月議会で。これでかいだろうっていう意見はあります。うん、やっぱりうん。 これだし、これが多分水道料金じゃないかな。僕ね、すごい思ったのが、あのタイミングで、しかも、あの。中途半端なこう、ものを出してきたじゃないですか。うん、あ、給給食だ、給食給食もやってましたね。きっと水道料が上がって。上げるよってやって、その、なんていうのかな。いや、でも給食費や半分。 ああ給食はやりますよ、ちゃんと。って、うん、やったのが、中途半端だったっていうのも大きいのかなと思うんですけど、うーん,、うん、あの、この感覚的には。ま,ね、まあ、やっぱ、県政不信もあると思いますよね。あうん、でも、中上では向こうも票取ってたので、ギリギリの戦いだったっていうのがあるので、うちの選挙区はまた別だとしても、宮古、うん、は、 やっぱりこの革新系がちょっと票取りきれなかったんですね。で、浦瀬は、まあ、現議長が出なかった。うん、那覇は乱立してたから組織票を硬いところを買ったっていう、僕の、これが僕の印象なので、うん、何を言いたいかって言ったら、革新も革新で通常通り戦ったと思うんですよ。だから、あの、沖縄市の島国啓介共産党さんが落ちたり、南城市で落ちたり、うん 共産党さん、南城市の玉木武光さんが落ちたり、で、沖縄市ですよね。うん、南城市ですよね。で、あと一箇所、共産党さん落ちたんですようん、うん、で、やっぱり、共産離れはあるんだと思います。<laughs> すだって、7から4になりましたからね。うん えっと、沖縄市で言うと、島部圭介さん、これだからまあ他の県議の分析ですけど、はい、水道料金30%上げた時期の賛成討論してるんですあ<は>うわお、やむなしみたいな。はいはいはいあ。それじゃないかなって意見もあるし、うん、あの、島内南城エリアでは沖縄社会大衆と、うん、地域政党の社大党の図形乱、張吾さん、強い新人が、三、うん、代目、政治家権の三代目、 こ今回県議選で一番若い31歳になる年の方が出てて、ぶっちぎり、ぶっちぎりで当選して、要するにやっぱ、共産党落ちちゃったわけですよね。それで。組織票を固めても勝ちきれなかったっていうのがあると思うんですよ。うんうん、とか、やっぱあるので、糸満でもそうだ、落ちて。候補者が乱立して、糸満<は>の共産党の県議が落ちて、糸満、うん、は維新と自民になりましたから、県議、二,二人区で。うんうんうん だから、そういう意味では、共産党がが弱くなった可能性がありははは、これは、競争を勝たせようではなくて、うん、もう他の革新陣営も自分たちに出して、戦ってるっていう感じです。うん、これは、今回のばあれですか、革新系もじゃあ、うん、えっと、なんていうのかな、もうオール沖縄じゃな、一っぽくなってるみたいな感じですか あっちに議席やるんだったら自分たちも出ようっていう部分は、あっちの議席がというよりも自分たちも出ようってなって、そこでバッティングしてるっていうのはあると思うんです。うん、要はここで議席増やそうって出てるけど、結果として、要は共産じゃない確信勝ったとか。ああ、なるほど。裏目に出たっていうだけうーん。なんか表を、 議席は決まっているから、うん、結局票が偏ってしまうと、うん、いわゆる保守系、革新系があって、うん、保守系が8000、8000だとして、革新系が1万と7000だったら、うん、同じ票でもなん、うんあ、こっちの方が総票数が多くても、保守系が2議席取って1しか取れないじゃないですか。そういうのが各所各所で起こったと思います。へー そうなんだそういう感じもあるんですねうんだからなんか総票で言うと自民がこんだけ取ってすごいんですけど取れなくもないから取れたんだなっていう感じねえなんか話聞いたらそんな感じがしますね、うん、もちろん総票で言うと自民が全体保守系が取ったのが19万票、うん、いわゆるオールオーケーのグループ今の県政与党が取ったのは23万票でそっちの方が多いんですけど、うん その分そっちの候補者は多かったりする。で、だから、一概に勝った負けたを論じるのは難しい。結果的には議席が多いところに勝ったって言ったら勝ったんでしょうね。うだってそれは各々選挙区事情があるし、うん、じゃあ相手側がどうするべきだったかって言ったら、やっぱり宮古と中上取るべきだったんじゃないですかなるほど。宮古、中上、 えー、南城島尻、まあ、まあいいか、宮古中上糸満で3取ってたら、うん、結局うちが、えー、28から25になって、うん、向こうが24になるわけですよ。そしたら前回とあんま変わらない。うんうん、2人行ってきたり。2行ってきたりかう。うん。そう、だからうちの選挙区にこの県の執行部っていうか幹部がめっちゃ来てたんですよね。<laughs> あそうなんだ。 うん、いっぱい来てましたかめっちゃ来てましたね。<laughs> そうぎみんなだからギリギリの戦いですよね。うんまあで、うん、えっとそういう感じですけどどうしようかな、うん、えっとえっとねじゃあ,あの宮里さんの、はい、まあまあまあこの先の話したいんですけど、はい、宮里さんがまあいろいろ制作 掲えっとまあ政策をやるにせよ何せよこんな感じでやっていきたいみたいなのってありますか県議。えっとですね県議でやっぱり僕は地域の発展も3つの柱のうちの1つでやってたので、えー、議連があるんですよ東海岸議員連盟とかってあ、はいはい、そこに入りたいなってお話をしてて。 そこは、だから、南条のザ県議が、議連の会長してるのかな、うん、で、ヨナバルの徳田正人、僕と同期の、えー、新人の自民党の議員がいます。ヨナバルの議員、南条ヨナバルで、西原の僕。で、中臼区の荒、まあ、垣公栄県議、3期目、現職の方と、バックを組んでやりたいなと思います。うん、だからそこは、まあ、光栄さんはオール沖縄側なんですけど、うん、でもエリア一緒だから、 みんなでここ頑張ろうっていうことで、いろいろ養成活動とかできたらいいし、うん、そこは、要するにスタンスとしては、あの、県議の枠で動いていく。政党の枠で動いていくのはまた別の動きっていう感じで考えてます。うんうん、なるほど。<laughs> うん、あれはじゃあ県、県として、全体として。県ですか、うん、やっぱりちょっと職員不足じゃないかと思うんですね。 職場環境悪すぎなんじゃないかなっていうのがあって、うんはいじ、授業もこなせてないと思うんです。そこはまあ中身見てからなんですけど、うん、県の職員、えー、警察官、教員、まあそれを創じたメンタルケアだったりとか、授業執行能力とか、まずそこからちょっとやっていきたい。県を動かす人たちが頑張れないとよくならないじゃないですか。うんうんうん やっぱ予算つけても消化できないとかがあるので、そことかかなと思っています。うん、まずは。そこがじゃあ今、宮里さんが感じる、やっぱり大きな課題ではあるんですか大きな課題ですね。やっぱり役場の職員もそうですけど、まあ、企業もそうじゃないですか。職員が頑張れない環境って、企業を衰退しますよね。<laughs> うん、なんかいくら営業を取っても、 現場監督いないの何してんのみたいな。はいはいはい。できない、ね、あんな感じ。そう。だから自民党がいくら国とパイプがあるとか言って、めっちゃ予算取ってきたって言っても、うん、裁きれんかったら意味ないですし。うん、知事の政治姿勢とかも、本当に正す必要はあると思いますね。うん、また、なんかもう、やっぱタレントだからでしょうね、玉城知事が。はいはいはい。なんか もう、険しい顔と楽しい顔と差が激しすぎて、うん、気まずいんですよね、見てて。だって、あの、今回の、少女暴行の件に関しては、許せないんですよ。はい、こういうことはあってならないけど、うん、その前の日に、フジロックフェスで何歌おうとかってだから、はいはい、ありました、ね、の,のってるから、うん、いや、それが悪いわけではなくて、なんかもう、難しいなと思って。うどう見ていけばいいんだろうっていうのもあるので、だから、向こう本人も、 今回の件とかではなくて、何かがあったらすぐ険しい顔とか、なんたらかんたらとか、あるじゃないですか。うん、だから、なんか、もっと違う部分っていうか、違うものをもっと細かく見ていただけるようにアプローチはしていきたいなと思いますね。大雨の冠水とかね。あ確かに、本当にひどかったですからね。うん、そう。えっと、じゃあですね、この先の、まあ、県政、えっ、ー、と、はい まあ、もう逆転しましたけど数がうんまあ議長は僕ら側から明日まあていうかラジオやってる今日なんですけど、うん、から本会議で、えー、議長決まるまあ今は多分決まってるっていう状況だと思うんですけど <laughs> そこからスタートしていきますがやっぱり補正予算新年度予算の時にやっぱ。 ワシントント局さまざまなあの辺野古に対する会議体、うん、で裁判費用全部否決されると思います、ね、おそれはじゃあいいあれではあるんだいいと捉える人もいるし、うん、いや無駄遣いと捉えている人もいるんで、うん、でも僕らはそっち側なんですけどうん、うん、いやんでこれでちゃんと裁判所に辺野古止められないじゃないか活動停止するんかっていう意見もあると思うでしょうん、うん、でも。 止められますのですすごい新聞ががそうです <laughs> メディアがでもっと言ったら僕はなんか知事は結構い板挟みの部分もあると思うんですよ。うん、絶対通らない予算を一回出して否決されて、再議、うん、っていうのをかけれるんですね。はいはい、執行部側が。もう一回かけるじゃないですか。うん、でもう一回消されるわけです。うん、誰代わりとか変な感じになるんですよ。もっといけいけっていう知事応援団もいる中で。うん こっち側こっち側いやその予算はあの認められませんって切るわけですよでもう一回来るわけですよもう一回切るわけですよ、うん、それ新聞荒れるじゃないですかはいはいはいこれはもう本当にちょっと想像するだけでもうん,うんよいい状況ではないなとは思いますけどうんそれが政治なんだろうなと感じながらいますねうんそっか一概にいいとは言えないってことかうんだって うん、うん、喧嘩みたいな感じじゃないですか。喧嘩ですね。うん、ここまで来ると。喧嘩っていうか、主義主張のぶつかり合い、うん過激。過激なぶつかり合いになると思うので、うん、なんか、要は、何でいい、何でいいと思わないかって言ったら、うん、誰かがいい人、誰かが悪い人の判断材料になるのってどうなんだろうってことなんですね。うん 要は、二者択一にしがちじゃないですか。政治とかは。あれ違うじゃないですか。うん、グラデーションじゃないですか。本来、人の判断って。うんうん、それを、丸組み、罰組みとか、丸罰とか、なんたらかんたら、あいつが悪い、こいつが悪いとかってやるのを、政治ショーとして楽しんでるメディアがいるんじゃないかなと思っていて、僕は。はいはいはい。それが、そもそも健全じゃないと思うんですよ。うん、でも、戦ってる姿勢を見せないといけない政治家の差がみたいなのも多分あるので。うん いただねあのー、僕はこれもあると思ってて、うん、要するにそのまあ無駄遣いかどうかはもうあの何、ー、て言うのかなこの先わかるこの先にしか分からないかもしれないじゃないですか辺野古の裁判やったからもしかしたら止めれましたよとか、はい、あるかもしれないけど現時点でじゃあ本当に結果出てんのと。うん その、うん、要するにシャンシャンで終わってきたものを今回シャンシャンで生かさなくなるんじゃないかという期待もあるんですね。うんうんうんそうですね、うん。例えば水道料を今回上げましたと。うん、だけどその聞いたらみんなの給料も上がってるんですよね。特にその知事の給料も上がってると。ボーナスが上がったんだっけ、うん、なんか ありましたそうですね。うん、だからそういうのも要するにより民意に寄り添えるというか、うん、一方の今民意しかこう正義とされてない気がするんですよ。うん、そうですねだから確かにこの,あの皆さん大変だろうけど悪者にされたりも、ね、メディアからするかもしれんけども、うんうん、あの。 なんていうのかそういった意味で僕は結構期待してるんですけどね。そうですね。うん、まあまあ、好き勝手はできないってことですね、そ,うそ,うそう今後は。でも、あれもなんか、当選が確定して、まあ、要するに与党が大敗したみたいな流れのインタビュー、知事が、うんえー、今後、議会に対してより丁寧に真摯にあの説明を求めていく必要がありますみたいな話があったんですよ。うん はと思って過半数取られて否決されるの嫌だから言ってるっていうこと自体がそもそもおかしいだろうなんですよ。にだから要するに予算通りにくくなったやばいなと思ったっていうのを言葉書いて言っただけなんだけどうん、うん、僕はちょっとはっと思いましたねその発言自体が。だからやっぱり結構なんかなんだろうな話し合いができ,できてないんだろうなと思いますね。うん ぐらいやっぱりイデオロギーで対立してるんだろうなと思ってう,うちの町ではもうそういうのあんまりないですから、うん、あやっぱそうだよねであのー、そうそうこれだけは聞いときたかったのがあってちょっと忘れてたんですけど、うんはい、いいですかもう本当はねちょっといい感じの収まるラインだったんだけど <laughs> なんですか <laughs> 今回、うん、向こう側の発言が辺野古が僕は少なかった気がするんですよ印象ですけど。ううううんうんうん、うん、うん この辺は作戦ですかっなかったですすかかなんねいや多分あの向こう側が今回のマスコミの新聞とかであるでアンケートうん、うん、重要アンケートみたいなところに1位が経済問題だったんですよ。県民が県に求めるはい、はい、政治に求めるランキングでもう完全に経済問題とか物価高とかだったから、うん、辺野古って言ってもなってなったんじゃないですかね。あは うん、路,路線変更したと思うんですよ、うん、生活に対してアプローチするよって言った時に、うん、でも俺たち水道料金上げてるしなみたいなそう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 で給食無償化のことやってそれで行こうと思ったら、うん、市町村長会が怒って何やってんだお前らみたいになって、うん、そうそうそうぐちゃぐちゃってやってったと思うんですよ結構だからその辺は、うん、僕あの国民あ県民か県民結構やっぱ思ってたんじゃないかなと うん、思いましたねそのぐちゃぐちゃってなったやつ何し,、うん、何してんねんみたいな、うんうん、だからすごい良かっただからあでも僕もこの落選された地元の先輩の県議、うん、の方からこれやってほしいって言われてることもあるので。 まあ、県政与与党党でですよよしたようん、うん、その先輩が言ったのはなんか18歳までの医療費の無償化と、うん、小学校までの給食の無償化はぜひやってほしいよろしくって言われたんで、うん、それはちゃんと訴えていきたいなと思います、ね、あいいですねやっぱり、うん、その辺は何ていうのかな知事の足を引っ張るというあれじゃなくて県民のためのやつだったら、うんうん、知事が掲げている政策もやってほしいなって僕も思います。 そうですね、まあ。いろいろね、できること多いあると思うんで、うん、いわゆるこの政治闘争みたいな部分、ね、今後どう考えるかっていうのは、あるでしょうね。はいまあ,あの、<laughs> まあ難しくなっていくでしょうが、はい <laughs>、はいえー、ぜひね、頑張っていただきたいなと思います。県民のためにですね。はい はい、ということで、えー、一旦 CM です地域に根差し、毎日笑顔で営業中これからもお客様が利用しやすいホッとするお店づくりを目指していきますあなたの街のホットステーションローソン沖縄・アラグス宿2丁目店は FM ワン斜め向かいにありますドライブに休憩にお気軽にどうぞ 買い取った車を直接お店で販売するので高価買い取りが可能しつこい電話営業なし沖縄本島どこへでも無料査定でですってダダンデライオンンンデデラライイオオ検索あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は 安心事前のご相談は葬儀社新家へお菓子ランドうちの子アレルギーでケーキ食べられないのそんな方はお菓子ランド宜野湾島式米粉スイーツと焼き菓子のお店お菓子ランド商品すべて小麦粉不使用事前予約で誕生日ケーキやってますお菓子ランドのケーキおいしいインスタでチェック 人生をもっと豊かに時間をもっと素敵に長濱モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けしますおはまりが登場する「マイオアシス」金曜日は朝8時から2時間生放送 みんなマリのこと好きなら早起きして聞いてやかっちゃんはマリの前をオすめっちゃ好きやねん兵庫県からかっちゃんは FM 技能案を応援してるでさあ沖縄プライム今日は、えー、県議選当選されましたもう先々週か当選されました、うんえー、宮里裕文さんですよろしくお願いします。 よろししくお願いします。さていろんなやっぱり県議選の後ですがこの、うんえっと、米兵による事件がまた起こりましたね、うん、えっと16歳未満の少女に性的暴行ということですね誘拐して、うんえー、お家でその性的暴行を加えたということですが。うん 許せないですね。ね許せないですね。うん、だから、アメリカ軍は、教育しないで連れてきてるのかっていう話なんですけど、うん、そもそもなんですが、あの、僕、こういう問題が起こった時に、なんかまあ、やっぱ考えるのは、警察が起こしたらどう思うかってことなんですよね。はい、うん、はいはいはい。感覚的なんですよ。うん、軍人さんと一般県民さん別だし。うん 軍っていうのはく国民を守るために人を守るためにいる組織ですよ、うん、それがその人の平和を脅かしてどうするのって普通に思うので、うん、まず基本的に起こさないはずですよね要は一般の方よりも犯罪率は著しく低くあるべき確かに、うん、警察と一緒と思ってる方一緒ではないけど、うん、要するに人を守る職種っていうことで、うん 考えた時にどううしてなんだろうとかといってまあ公務員の皆さんは必ず犯罪者いないかとい言とまた別問題ですけど、うん、そういう観点から見ると犯罪率高いんじゃないちょっと数字がなくて今あれなんですけど、うん、高い気がしていて多分高いと思うんですね、うん、だからまず本国で本当になんか教育して連れてきたんかとバカンスに来てるつもりなのかとか。 イエロー文旗だと思ってるのか分からない、差別主義者もいるかもしれませんから。うん、だからそこら辺の確認とかはしたいですね。うん、どういう傾向でこういう人たちはこういうことを起こしてるんだっていう、もっと言ったら他国に来るにあたって、うん、まあ僕らは同盟関係ですから、うん、からどういう傾向の人がまず軍人さんになってるのかっていう事前調査あるじゃないですか。うんうん、ちゃんとやれようと思うんですよね。 ね、だから、しっかりしろよと思ってます。多分うん、ただ、それだけです、本当。うん、だから、やっぱりこの、厳罰化とかあの、その人がとどまるような、なんか刑法、うん、民法とか、うん、まあ、仕事、今後この人がどうなるか分かりませんけれども、うん そういったものが必要なんじゃないかなと思いますけど。うん。だから、他国に来てるから緩いんだろうっていうことですよね。うん。地元では分からん。だから、どう、あすいません、大丈夫ですかはい、大丈夫ですよ。うん、地元でだか,だから、この人、地元でどうなんだろうなと思ったり。確かにね、うん。だから、本当に多分、教育されてるんですけど、うん 多分ね、もっとやってほしいし、うん、なんなら、なんか、なんか、よくある話じゃないですか。もう言いたくないですけど、うん、米軍さんがっていう、うん、だから本当に内容までちょっと確認するレベルでやらないといけないんじゃないかな、うん、日本政府はっていうところです。うん、あの、今、政府の話も出ましたが、えっ、ー、と、うん、これ、実は、その、起きたのが、年末。 うん、だったと思うんですけど、うん、なぜ最近出てきたのかっていうところは、実は他の番組でもそういう話があって、はい、3月11日に書類送検したということなので、うん、この辺はやっぱり県議選のあれですかねあ。どうなんですかね、報告ゲームとかもちょっとわからないですし。うん で、単純に、逆に今なんで気づいたんだっていうところですよ。うん。で、もっと言ったら気づく必要があることなのかどうかっていう部分もわからないんですよ。はいはいはい。あのー、例えば知事が県民の犯罪全て把握する必要があるのかと一緒で、うんうん、米軍の犯罪を全て把握する必要があるのか、うん、全て報告する義務があるのか、とかっていうのがわからなくて、うん、そこら辺がどうなんでしょうね。 だからもう逆にマスコミは何で拾ってきてるのかなっていう。あ<は>米軍さんの飲酒運転とかあるじゃないですか。そこら辺がどういう内容になるて、沖縄県としてはどこまで求めていたのかっていうのがちょっとわからないので、うん、そこでそれを求めるのかですよね。うんうん、要するに行政機能が止まってるわけではなかったということです。うんうん うん、だからその辺もねもしあれだったらそのこれから明るみに出てほしいなとは思うんですけど、はい、あの要するにさっき宮崎さんおっしゃられたようなことなんですけど、うん、多分警察がこの警察担当のマスコミとかに行ったりするはずじゃないですか、うん、なんとなく。はいはい、で僕はイメージしてるんですけど。 そうなのかとか、それだったらもっと早く分かってますよねとか、だからそもそも、このやっぱ起きないようにする、していくというのは、えっと、もうこれ、この県のレベルではないですよね。政府同士ですもんね。はい。そのあたりでやっぱりちゃんとやってほしいなというのはありますね。うん、やらないといけないですね。 すぐ動くというか、もう確認は多分取っていると思うんですね。うん、うちの幹事長であれば。で、どういうことがあったのかっていう詳細と、あの、内部まで、ね、どこまで、うん、どこまで入っていくのかっていうのまで、うちの幹事長は動いてると思うので、うんうん、そこの詰めた上での話は、まあ、明日とか、 うん、伺えるのかなと思いますなるほど。うん、さあ、えー、これもね、また見守っていきたいなと思いますが、えっ、ー、と、沖縄プライム、久々ですが、もう、うん、あっという間の時間です。はい。はい、早かったですね、<そ>今日も。うん、えっと、じゃあですね、宮崎さん、ぜひね、また、あの、お忙しい合間を縫ってですね、いはい、<laughs> あ<の> <laughs> 収録なり、生放送なりで。はい やっぱ県の課題とかねそういったのをどんどん話していただきたいなと、ね、はいはい思っておりますのではい、はいえー、さあ沖縄プライム以上でございます本日本当にお忙しい中ありがとうございましたい,いえすいません山内さんありがとうございました、はい、ではお相手は沖縄県議会議員宮里でしたはいそれでは皆さんまた来週じゃない再来週さよならはいさよなら